ようございます。おはようございます。おはよう。本日は別居当日の朝です。今日俺が深谷さん家に行きます。なあちゃんの家が決まるまで並んで最後のね朝を一緒に過ごそうっていう密着です。竹丸。マネマネ。I want to money。今日はリンゴが。大丈夫か。花粉症だもんね、俺ら今ね。花粉症なの。夢はもう見ないのかい。明日は来ないのかい。感動的に歌ね。お、俺のサンドイッチ捨てんな。おい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 。諦め。弱気はない。まや。お腹すいた。お腹すいたね。もう我慢できません。ちょちょちょ、待ってよ。もう腹ペコリン。腹ペコリンなあちゃん？うん。せーの。ちょっと待って、目くずりさしたいから。もうだるいな。ってさ絶対ねこうなんかね「はいやるよ」って言ってからね「ダラッダラッダラッダラ」「はい家出るよ」って言ってから「ダラ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 」で3回忘れ物取りに行きます。絶対にしょうがない、しょうがなくない。 ADHD だもん。マジであるやろ、病気だよね。滑舌も悪いし、病気病気、全然病気。顔見たら分かるよ。親に謝れ。せーの、スプーンない。どうぞ。あれったあれったマジおっせえな。毎回なあちゃんはさ。はい、ということで本日が別居前最後の一緒にご飯を食べる日です。せーの、おいただきます。いただきます。今日のメニューは、僕はさっきねおにぎり食べちゃったんでちょっと軽めにコーンフレークとサンドイッチ。なちくはサラダチキンバー、オリーブバジルと、なんと山芋つくねのサラダと、おかゆとみかんです。ヘルシーですね。でもなあちゃんのねご飯を食べれなくなるっていうのはね、体的にも精神的にもね大きなダメージがありますね。たまにさ食べさせて。今ちょっと明るい感じ。でもさ、それはさ、なあちゃんここの家に来ないとできないじゃん。俺深谷さんちあっちの方だからさ、一回一回来なきゃいけないじゃん。何分、30分ぐらいかけて。まあいいよ、30分かけてくるような食べ物じゃないんだったらいいよ。食べに行ってもいいんですか、じゃあ。はい、その代わり深谷さん家にずっといるときは俺何しろ、コンビニ弁当。深谷さん何食べてんだろうね。あの人料理しなくなるのに。なんか今さ、まあ物件とか探したりさしてるんだけどさ、一人暮らしが初めてだからさ、わかんない。なんかこれ使わないなとか、これ使うなとかさ、二人の時は使うけど一人だったらいいなとかさ、夜ご飯作るのもさ一人分作るで余るなら買った方が安いかな。だから全然余った食べに行くって。金取るよ。夏木食堂。俺じゃあこっちから毎回お金払って食堂みたいな感じで食べなきゃいけない。うん。いい商売だなそれ。この別居の間、俺は新しい趣味を見つけたいなと思って、見つけた方がいい。でもあんた趣味見つける前に自主練とかしない？自主練してるよ、ずっと。してないは？俺ハイエルチ行って筋トレして。体力は大事だけど、ボールも触りなさいと。じゃあ今日マスさんのその練習行ってきたよ、俺昨日。なんか時間がある時はね、ちょっと蹴るとかさ。玉蹴りね、俺の玉蹴ってほしいけど。全然蹴るよ。マジ？るぐらい。じゃあなあちゃんと夜のさ練習もできなくなっちゃったから、その分ね一人でやったんだ。うちとの夜は練習なんだ。あ、試合か。試合ね。誰と本番なんだろう。きょんちゃんとの試合がなくなっちゃったので、結構ここからは一人で練習が続くんですけど、ちょっとなんか緊張してきたな。心はよくわかんないよ。
複雑。いや、うちは深谷さんが心配。深谷さんは心配しなくていい、俺がいるから。逆だよ。深谷さんさ、マジで仕事忙しいじゃん。うん、そうだね、深谷さんも結構俺らのマネージャーでもあるけど、いろんなことやってるから。まあね、休みの日もさ、結局かけまるの撮影手伝いとかさ、一緒にご飯食べ行ったりしてるからさ、一人の時間あんまないんじゃない？ね。お、俺が邪魔しに行きまーす。深谷の一人の時間は全部壊しに行く。でも俺深谷さんと飲みに行くのしかないわ。でも深谷さんに早く家決めてくださいって催促された。ってことは俺と一緒にいたくないってことや。まあ多分今月中には決まんじゃないかな。それはね。でも深谷さんね、結構積んでる説もあるからね。一番積んでるかもしれない。うちより積んでるだよ、全然。お別れか。ガチゲロ出た。学校ガチゲロ出た、今深谷全部出てきた。二度おいしい、二度おいしい。音やばかったぞ。ゲロ出た。そうですね、こういう話もね、できるのは。だからなんか死ぬ。じゃあ悲しいなって。いやまあでも別に全然会いにも来れる距離だし、撮影とかで一緒になることもあるし、まあ、いつまでこの勉強が続くか分かんないですけど、もし結婚したらさ、何十年って一緒に暮らさなきゃいけないんだよね。暮らさなきゃいけない。違う違う違う、一緒にね。こんな二十何歳のうちにさ、一人暮らしとか経験しておいた方がよくない？確かにね。なんかさ、東京に住んでる人ってさ、意味ないと思うんだけど、一人暮らし。なんで？どこにでも行けるじゃん。うん、うちはさ、最悪よ。うちはさ、神奈川だからさ、ちょっと東京に出るのに時間かかったりするじゃん。別にあなた実家でもいいじゃん。まあ、こっから実家近いしな。けど、いやじゃん。気持ちくなってる。違う。おっぱい当たってない別に。今日から別居開始して、今後どうなっていくか分かんないですけどね。ちょっと引き続きかけまるをこの YouTube を通して追ってほしいですね。うん。多分もうこの動画出てる頃にはその別居報告動画出てると思うんですけど、反響どんな感じかな。ちょっと怖いね。怖いね。なんかもうファンやめますっていう人がいっぱいいるのかな。でもそんなことになってほしくないっていう思いがめっちゃあるので、ぜひね、かけまる引き続き応援してほしいですね。コメントとかさ、結構見るやん、うん、俺らに全部いいね押したり。マジでコメントに助かってる部分もあるよね。毎回コメントしてくれる人もいるし、まあ、コメントで悩むこともあるけどね。ね、たまにね。まあ、よく書けるなっていうコメントしてくる人もいる。なんかアンチとかね、うん、けどそれにが埋もれちゃうぐらいみんなが優しいこと言ってくれる。うん、土。行ってくるわ。早く行けよ。深いアンチ行くか。もう本当に最後のお別れのシーンです、これが。なんかそのさ、永遠の別れみたいなテーマなんだ。まあ一応別居だからさ。よし、行くぞ。もう荷物間違えてんだよ。どちらかというとお前が荷物だよ。じゃあマジ行ってくるわ。強っ。円形だな。また会う日まで。また LINE するわ。けどしてー涙が溢れる、忘れないよ、ずっと忘れないよ、出会ってよかったね。ちょっと待って。最後ね。じゃあ言うことないじゃん。元気だな。気をつけて。
泣くなって。泣いてない。泣いてない。何泣くしろよ。待ってんですよ。じゃあね。バイバイ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って待って、なあちゃん一回入れて。ちょっと忘れ物した。絶対嘘。あ、いっか、あれ目薬は。じゃあ行くね。じゃあね、行く、行くね。本当に行くからね。わかった。もう行きなよ。本当に最後に行くわ。うん。じゃあね。バイバイ。ちゃんと。ちゃんと。じゃあ、マジじゃん。かけまる。ということでね、今かっくんが出て行ってしまったんですけど、もちろんね、寂しいっていう気持ちはめちゃめちゃあるんですけど、やっぱりお互いがもっと成長するためにこれから一人で頑張っていきたいと思います。一生の別れじゃないので元気出して頑張ります。元気ですか？ご飯は食べてますか？みんなもね、多分心配だと思うんですけど、温かく見守ってもらえたら嬉しいです。はい、ということで今深谷さんの、ね、家に着きました。お邪魔します。いや、今日からなあちゃんと別居生活が始まるということで、正直悲しい気持ちもあり、なあちゃんがね一人で過ごせるのかっていう不安もありますけど、なんか不思議な感じですね。今までなあちゃんと付き合ってずっと同棲してきて、お互いが離れ離れになるっていうのはあんまり経験してないので、今後どうなっていくのかっていうのが全くわからないんですが、皆さんぜひかけまるを今後とも温かく見守ってください。今後もかけまるはいつも通り仲良し全開で YouTube 頑張っていくので、皆さん引き続きお楽しみにしててください。ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてインスタ、Twitter のフォローと TikTok にもなっていたのでぜひお願いします。お願いします。今日から都内 3LDK 一人暮らし23歳です。お金はありません。ということで皆さん、次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー、バイバーイ。